アメリカ合衆国ウェストバージニア州ハーパーズフェリー近郊で撮影された太陽柱アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコの太平洋沿岸で撮影された太陽柱飛んでいるのはカイトサーフィン日本の大阪市から見て六甲山方面に現れた太陽柱アメリカ合衆アラスカ州フェアバンクスで撮影された白銀色の甲虫太陽柱サンピラーは 大気光学現象の一種であり、日出、または日没時に地平線に対して垂直方向へ太陽から炎のような形の攻防が見られる現象を言う。ダイヤモンドダストでも同様の現象が起きる。雲の中に六角板状の氷彰があり、風が弱い場合、これらの氷彰は落下の際の空気抵抗のために地面に対してほぼ水平に浮かぶ。 このほぼ水平に浮かんだ板状の氷床の,の表面で太陽からの光線が反射され、太陽の巨像として見えるのが太陽柱である。太陽柱の中心は太陽と地平線を挟んで対象の位置、つまり地平線下にあり、氷床の水平からのずれのためにその上下に広がって見えている。雲中の氷床による太陽柱や光柱などは喧噪雲や高層雲の時が多い。 これは、氷彰が、相乗にまんべんなく分布して、綺麗に見えるためで、剣雲、剣石雲、鉱石雲などでは、光が途切れ途切れになって見えにくい。氷点下10から20度以下の空気中で発生するダイヤモンドダストでも、同様の現象が起こる。日本では、冬季の北海道などで見ることができる。氷彰によるものは、寒い地方で、 寒い時期のみではなく季節を問わず各地で見られる。これは夏でも上空の雲は氷床で構成されているためで氷床の雲の下に光を遮る他の雲がなければ観測できる。太陽の高度が高い場合は反射を起こす氷床を含む雲が地平線よりも下になければこの反射光を見ることはできない。このような条件は飛行機や鉱山などに限られる。 そのため、太陽柱が見られるのは、通常、日出、または日没時のみである。太陽の高度が高い場合に飛行機や鉱山から見える、反射光は、太陽と離れて、太陽と地平線を挟んで対象の位置に見えるので、遠飛という別の現象名で呼ばれる。太陽光以外に、月の光でも同様の現象が起こり、これは月中、あるいは月光柱と表現されることがある。 遠くの地上の街灯などが同様の現象を起こすこともあり、光柱もしくはライトピラーと呼ばれる。太陽や月の光がほぼ平行光線なのに対して、地上の街灯などは広がりがあるため、光柱は太陽柱や月中に比べて高く見える。例えば、夜間に行われる魚老のイサリビを光源として発生する光柱がそれであり、遠く洋上にあるイサリビがその上空に光柱を、 発生させる様子は、日本であれば、日本海沿岸各地で観測されることがある。光源が複数であれば、その数だけの光虫が生まれる。宮沢賢治の童話、銀河鉄道の夜に、主人公ジョバンニを不可思議な銀河鉄道の世界へ、導くまばゆい光の柱である、天気林の柱が登場する。これは、太陽柱をモチーフとして発想されたものであるとの説がある。 ありがとうございます。